上海猿足玉クラブは中華人民共和国の上海市をホームタウンとしていた中国プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ通称上海猿上海市江北区に中国おつキューリーグのチームとして上海高原速球クラブとして設立されたのが前身中国人民解放軍により結成されていた81速球隊が 財政面などの理由で解散したため、19歳以下のチームを引き継ぎ、上海高原と合併させ、厚生省南翔市に同し、新チーム南昇十1高原即級クラブ設立。おつ急リーグ優勝。2006年から高級リーグに昇格。高級リーグ準優勝。2010年から中国サッカースーパーリーグに昇格。ホームスタジアムを、 上海の金山足球場に移し、クラブ名も南昇高原速球クラブ、上海猿足玉隊と変更し、さらに、上海猿足玉クラブと改名した。ホームスタジアムを、上海歩道源新体育場へと移転した。上海歩道源新体育場の改修工事のため、一時的に、ホームスタジアムを、上海の金山足球場へと移転した。ホームスタジアムを、 上海歩道原身体育場へと移転した。財政難により2020年2月3日にチームは解散した。ありがとうございます。